女子の方も伺ってもよろしいですか？女子はね、はい、予想通りって感じ。予想通りっていうのは京都精華が優勝するんじゃないかなっていう、トップリーグとか見てたりして、去年のシャンスに行ったウチェンもそうだけど、留学生のその素質的にいいっていうんじゃなくて伸びてるっていうか、っていうのはね、あそこはね、中学校から来てるから、要は中高一貫の留学生版なんですよね。日本人でもやっぱり中高一貫で6年間教えると指導者のなんとかイズムっていうのがあるけど、毎年留学生いるので、今年のエースの留学生も去年はウチェンの影に隠れてて、それほどでもなかったんですよね。で、今回もまたスタートのこの影に隠れた留学生もやはりまた来年はエースになるだろうし、高1にもいるんじゃないかな、あのエントリーされない、エントリー2なんで。中学生も2人いて、もう国体ではその中学生で50点ぐらい取って30リバウンドぐらい取ってたんで、国体アンダー16なんで、そこに2人いて、まあ、あの京都は圧倒的に勝ちましたけど、その子の1人がまた上がってくるし、あとね、前にも言ったか分かんないけど、中高一貫で中学生がみんな高校に上がるんですよね。意外とあの女子でも昔の男子の慶北中学か、中学校で優勝したけどみんな他の高校に行ったりとかってあるじゃないですか。京都精華だけはね、そこが柱がちゃんと通ってるっていうか、みんな高校に上がって活躍するっていうんで、しばらく時代が来るんじゃないですかね。なるほど。監督さんが、理事長さんが、あのもう優勝飽きたよって言わない限りそこがもう図抜けてたのと、あとね、やっぱりベスト4が2つ崩れてるんですよ。大岡と群英が。山手はね、千葉経済とどっちか分かんないっていう風に見立ててて、ただ点数はね、40点ぐらい離れてたんで、千葉経済最初に、聖火女子、それから明星、土浦日大とね、結構タイトな試合なんですよ。まあ山手が楽勝だったってわけじゃないんだけど、そういう点では、その試合見たんだけど、千葉経済は池端先生のところに訪れて、普通、なんですかね、練習試合とかいろんなものを見てて、子供たちの様子も分かってたんだけど、なんか疲れてたな、かキレがなかったって感じがしましたね、その試合は。ただ山手もね、アスワとね延長戦やってたんで、僕はだからその主君チームっていうのはアスワと、あと下妻第一高校、双子ちゃんの一人がちょっと前十字切っちゃって、揃ってたらまた違ったかな、まあ、逆に一人が前十字切ったんで、みんながその子のために頑張ろうっていう、そういうプラスアルファの力が働いたのかもわからないけれども、ここはね京都精華に負けたけど、ちゃんとした試合を組めてたので、2チームがベスト8には入ってないんだけど、うん、女子の殊勲賞かな。あと岐阜女子とね、大岡の試合はね、なんでそうなるのっていう感じ。20点ぐらい差ついたんで、あの時はね4試合ね同時並行だったんですよ、あのバスケットライブで。だから現地に行っては見てないんだけど、あ、もうここは大岡だと思って、東海大福岡と大阪薫英の試合に切り替えて見てたんですね。あのずっと競ってたんで、まあそれ終わってからちょっと出かけて、で家に帰って、何点差で終わったのかなって見てみたら、岐阜女子が1点勝ってたんで、すぐ安江先生に連絡取ったんだけど、安江先生も自分も信じられなかったって言うんですよ、はあ、もう4ピリであんだけ離れてたん で、あのキャプテンの子4ピリで25点入れてんだよね、はあ、4ピリだけで、うん、だから全部で36点か7点入れてるんだけど、あのね、一つのピリオドで一人が25点っていうのはね、留学生だってないでしょって感じだよね、あのインカレで優勝した箱根の天香っていうのもインターカップの決勝で50点取ってるけど、一つのピリオドで25点はないよね、一つのピリオドで25点取ると一人で100点になっちゃうから、ね、ウィルト・チェンバレンみたいになっちゃうから、ね、これはね不思議だから、後でタラレバネットとか見るとなんであんなに3点を出したんだとか、タラレバもあるけれど、僕もねよくわかりませんっていう。あと薫英と東海大ね福岡はね、宮崎先生から、僕8年前にあの福岡の宗像市の講習会って行った時に、その時は東海大第五高校で県でベスト8ぐらいだったんですね。で28歳でね、非常にこう勉強熱心でエネルギーがある先生だったんで、頑張んなさいよなんて言ったんだけど、まあこのところこう出てきていて、ほら留学生がいるから、留学生がいるからだろうなんていうふうに思いがちじゃないですか。で僕がそのお高校っていう東京成徳に勝った高知の県立、そこの学校にもうその先生とはもう25年ぐらいのお付き合いなんで、アドバイスはしてたんですね。でそのチームが負けた時にね、もうみんなあの全国のチームみんな残ってゲームやっていくんですよ。関東近辺にみんな集まって、日本女子体育大学に終わってから行って強化練習をやった時にですね、東海大福岡のチームもいたんですね。これまだ勝ってるのにっていう、そしたら先生が、先生お久しぶりですって言って、8年前に、あなたねって、今36歳ぐらいで
めちゃめちゃ若い指導者なんだけど、うん、エントリー以外の子たちの強化試合っていうか、うん、そのゲームに来てるんですね。だからまあどこに泊まってるか分かんないけど、東京体育館で試合終わってからまだ明日も試合があるのに来て、だからね、そういう子供たちに対する気持ち、ただ留学生がいるだけじゃなくって、やっぱりそういう気持ちのある指導者はいいチーム作るのかなってそこで思って、あのその後いろんな指導者に会った時にその話をして、みんなあの宮崎先生に負けないようにっていう風に子供たちのことを思って、レギュラーだけじゃなくって全生徒のね指導をそういう気持ちでやんなきゃダメですよって、まあ、今日も実はそれ強化練習会じゃないけど東京の学校に行ってきて、そこにいくつかのチームがいたんで、そういう話をしてきました。だからね、留学生がいるからっていうのはちょっとやっかみもあって言われるけど、そうじゃない部分もあるよっていうことが今回僕も勉強になりました。批判じゃないけれど、まあ、神奈川の磯野君も言ってる相模女子大、田島先生なんかにも直接言ったんだけど、彼はほら中学校と高校今両方見てるじゃないですか。一つでも大変なのに二つは無理だよっていう話もしたんです。まあ推薦で出たけど、今回は神奈川県ジュニアウィンターカップも相模女子大負けてるんですね。それと同じように大阪君への安藤さんも大学と高校見てるんですよ。で彼女にも二つはっていう同じ話をしたんだけど、インカレも一発目で負けたし、今回もなんで、やっぱしね、まあ、両方見なきゃいけない人もいると思うんですよね。男子と女子見なきゃいけないとか、そこはね、まあ、今回神奈川県と、まあ、全国を通して厳しいなと、まあ、どうしようもない場合はもうしょうがないですよね。顧問がいないとチーム成立しなければ。でもちゃんとあの複数の人がいるんだったら、それぞれ一つずつの指導をした方が一位先進でいいんじゃないかなって僕は今回思いましたね。なるほど。あの筑波の吉田君も前女子の指導者がちょっといない時に女子の方のベンチにも入ってたんですよ。トーナメントかな。男子と女子両方見てたんで、今年はね、インカレ3位になってるの、リーグ戦の下の方から上に上がってきたから、この間僕たちの大学の年は同じで、学年が上の大月さんっていう全日本にも入ってた方が亡くなったんで、石田大月ライっていうすごい2ガードの、僕が1年の時のインカレ3位だった時の名物2ガードのお一人が亡くなったんですね。そこにまあ吉田君も来てて、まあ、そういうなんていうんですかね、その昔そういう指導者の2つ大変だねって言った時に、やっぱり女子がいないから女子も見てた。で、まあ、今年はよく盛り上げて頑張ったねって言ったけど、去年はあんまり成績良くなかったですよね、確か。だからそれはね、なんか女子のベンチにもどっちをするってやっぱり難しいじゃないですか。まあ2つ見ざるを得ない人はしょうがないと思うんですけど、できることなら1つにしてくださいっていうのをこのインタビューを通してね、僕は、うん、見たくて見てるわけじゃないと思うんだけど、結果として、うん、大谷君の二刀流っていうけどね、多分ね、僕の感じではね、今までなんでベーブ・ルース以来いなかったかっていうとね、できないからなんですよね。大谷君はね、特別。それを真似しようとすると、今二刀流でほら、日ハムに入ったドラフト1位の選手も二刀流でっていう、日体大から行った人かな。結局どっちも出てこないよね、その今週出てこなかったんで、簡単に二刀流っていうけど、大谷君はね、超スペシャルなんですね。それをみんな真似すると一つのこともできなくなるよっていう、二頭もない一頭も得ずね、まずね、一つしっかり一位先進っていう言葉があってね、なんかあの貴乃花か若乃花かなんかが大関か横綱になった時に、四文字熟語とか流行った時にどちらかが言った言葉で、いろんなことをやるのもいいけど、なんか一つね、自分の武器を、シュートが入るとかディフェンスが強いとかね、ドライブがすごいとか、なんか一つね、自分のね、得意技を身につけましょうっていうのを言ったあのことを思い出しました。なるほど。あとは、やはり先ほどあの東山高校の1回戦は、なかなかシード校の1回戦は難しいと思うんですけど、トーナメントのこの組み合わせが出た時に、まあ僕もそうですけど、3戦目に語り名が入ってるとか、そう思うじゃないですか、はい。そして、大岡と逆山でまず一番ホッとしますよね。準決で負けたこといっぱいあるんだけど、大岡の逆の山だったら決勝に上がる可能性あるけど、大岡の山だったらいつも大岡に勝てるわけじゃないんで、時々やっぱり神様がね、ご褒美で何年かに1回勝たせてくれるぐらいじゃないですか。そうするとみんな多分ね、まあ、2回戦目3回戦目が山だなって読むんだと思うんですよ。高校高校確かに全2年生チームで高知中央の留学生を破って、河合先生ももうさっき言ったように、うん、昔から熱心な先生なんですね、うんうん、県の決勝でハーフタイムに僕に電話をしてぐらいの熱心な先生です。先生見てましたか、後半どうしたらいいですかって、はい、だから後半人生で一番緊張して試合見てました。だってアドバイスして負けたら、うん、僕のせいになっちゃうじゃないですか、うん、あんなにね緊張して後半見たことない。
かなって、うん、そういう熱心な先生で子どもたちも、まあ、その思いを受けて頑張ってるんだけど、うん、どう考えても聖徳さんの上なんですね、僕の見立てでは。だけど聖徳さんから見ると2回戦目で語りになって当たるんですよ。だから多分2回戦目をそこで照準合わせたと思うし、語りなもね、鵠沼って神奈川の1位と当たるんで、組み合わせ見ても僕でも対聖徳っていうので練習やっていくと思うんですね。なんかね、組み合わせの妙として一戦一戦って確実にやんないで2回戦目3回戦目を想定してやって一発目にこけちゃったっていうのもあったのかなっていうふうには推測しました。カタリナと聖徳のコーチと話をしてないんでわかんないんですけど、僕のこれは想像っていうか、今までもそういうのあったんですよね、先を見据えててこけちゃったっていう。あとシードチームがこけて、九州の1位のチームがこけて、うちは県で2位で行って、もう早く負けるだろうと思ったら、そのシードチームの山に入って、そのチームが九州1位のチームが兵庫のチームに負けたんですよ。でうちがその後そこに勝ち上がってて、県で2着なのに全国で3位になっちゃったっていうね、笑い話みたいな。早く負けると思って、宿屋も早めに帰る予定だったんで、勝つたびに宿がないって大騒ぎしたことがあるんですけど先のことを考えて1戦目って怖いよねっていう。九州の1位ってその時やっぱり強いですからね。だけどやっぱり1戦目 その試合に慣れてないとかっていうところでこけちゃうことはある。だからいろんなこと学べますよね。だからこの僕のインタビューっていうか、こういう話を聞いて、やっぱりトーナメント戦の怖さとか、先を見すぎちゃいけないとかっていうことを指導者の方が少しでも勉強していただければ、こんなに長い時間ギャグなしで話してるのは僕も珍しいんですけども、少しはお役に立つのかなっていうふうに思いますけどね。ごっつぁんです。